皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は色欲第2話ホスト失踪事件の総集編をやっていきたいと思います。第1話は悲しい結末だったわよね。色欲第1話もぜひご覧ください。第2話はどんな話なのか楽しみだわ。ホストって書いてるし。下心丸見えだな。それでは始めていきましょう。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていってね。注意、大きな音が鳴ります。音量にご注意ください。ホラー表現が含まれますので苦手な方はプレイをお控えください。この物語はフィクションです。実在する場所、団体とは一切関係ありません。20歳未満のホストクラブへの入店は法律により固く禁じられています。今回はちゃんとした注意書きだったな。珍しいわよね。あ、主人公だ。俺の名前は夢見てる。元気そうで何よりよ。俺は怪奇探偵として、亡き母から夢見の力を受け継ぎ霊の見る夢に迷い込む人々を助けてきた。だが、一人の大切な女性を死なせてしまった。同級生、鈴木レミ。彼女は振られたら死ぬという呪いによって俺に告白をし、悪霊に殺されてしまった。鈴木、寂しいわよー。鈴木レミを殺した悪霊北見キヤコは、俺を認識した。すべてはキヤコのせいだ。早く成仏して消えてくれ。高校にも、もう行けないだろう。そんな、高校は辞めちゃうってこと？キヤコにバレたら消されるから仕方ないのかもな。なんたる迷惑な悪霊なのよ。俺は、行き場を失ってしまった。ネオンが眩しいな。高校生の青春を謳歌ができなくなったのね。不幸を全部背負ってしまったみたいだな。くそう、制服姿がもう拝めないじゃないの。ま、そこは残念な気がするよ。あら？ここはもしや。ホストクラブ、ドリームス。キャー、ホストですってー。やばいぞ、浮かれ出してる。このシルエットはー、キャー、かっこいいわー。俺はホストクラブで働き始めた。霊夢、鼻血が出てるぞ。それじゃ、お前の源氏名は、テルだ。なんなのよこのイケメンはー、ここは天国？明日から働きに来てくれ。え？主人公はホストになったのかよ。はい。かなりヤバいな。霊夢が暴走しないといいが。彼の名はユーガ、ゲンジーナ、俺を雇ってくれた、ホスト店のオーナーだ。こんなにイケメンがオーナーとは。俺は未成年なので、酒なし、アフターなしという厳しい条件だったが、彼に夢見てるという名前が女に夢を見せている感じだから時に入られ、ホストクラブドリームスで働き始めることになったのだ。なんですって、毎日通っちゃうわよ。明日からヘルプで入ってもらうから先輩に挨拶しておかないとな。はい。先輩だと？霊夢の興奮最高潮だな。おい、キラ。やばいわ、よだれが。なんすかー？ちょっと来てくれー。胸の高鳴りがー。キャー、かっこよすぎて鼻血噴射。明日からお前のヘルプに入る、夢見てる、ゲンジナだ。この人、ちょっと女性的な感じがするなぁ。俺がキラ、ゲンジナが。名前からキラキラが醸し出してる。よろしくな。笑顔、笑顔。栄養スマイルだな。わぁ。よろしくお願いします。見てはいけないものを見た気分だ。ん？え？主人公は笑顔が不自然すぎたわね。きっと、笑い慣れてないんだろう。じゃあ、明日からシフトに入ってくれ。明日が初日ってわけね。よろしく頼むぜ、テル。はい。何が何でも絶対来ないとね。どこかで暴走を止めなければ。とにかく働かなければ。そして見かけたのが、ホストの求人だった。これまでもホストっぽいと言われていた俺は、その記憶が脳裏にすり込まれており、そして、昇進していたこともあり、ホストの門を叩いてしまったのだった。妹に洗脳されたんだな。幸い、この仕事はルナも応援してくれている。ホストを勧めてたものね。とにかくやってみることから、全ては始まるのだ。
ングだな。この歌聞くと寒気がするよ。追い込まれていく気分になるわ。今回はホストクラブが舞台なんだな。ただいま。おかえり、お兄ちゃん。遅い時間まで妹一人で留守番はまずいんじゃない？確かにな。叫んでるわね。何事よ。倒れたぞ。ルイナ！主人公のかっこよさに失神したんじゃない？お兄ちゃん。ほんとだ、顔が真っ赤だ。どうしたんだ、ルナ？まさか、霊の仕業なのか？今まで出会った霊の誰かが、ルナに呪いを？呪われる玉じゃないわよ、この妹は。お兄ちゃん。ルナ。ルナしっかりしろ。そんなに心配しなくても大丈夫だろ。ルナ。そんなに叫ばなくても。お兄ちゃん、かっこよすぎ。アホだわ、鼻血まで出して。お前もな。もう、このまま放置して帰りましょうよ。相変わらずブラコン炸裂だな。ルナ、心配させるなよ。だって、お兄ちゃんがかっこよすぎるのが悪いんだもん。まあ、その気持ちはわかるわね。わかるんかい。でも、私はそんな格好してるお兄ちゃんが心配だよ。ホストなんて、本当に大丈夫なの？悪い虫がつきそうね。また女の人が寄ってくるんじゃないの？ルナ、心配しているのか。確かに俺も接客業は初めてだ。ルナを相手に、少し練習しておこうか。練習する。練習する一択じゃないか。ルナ、お前の心配ももっともだ。ちょっと練習したいから、付き合ってくれ。妹相手にホストの予行練習とは。オッケーだよお兄ちゃん。一体どんな茶番になるんだか。言ってくれれば私がいくらでも相手になるのに。そう来ると思ったよ。ご指名ありがとうございます、テルです。この引きつった笑顔どうにかならないもんかね。え、その反応はうなずけるわね。いい感じだ。悪い方に勘違いしちゃったぞ。まだ練習する？そんなに笑顔にバリエーションあったかしら。楽しげに、どんな笑顔か見ものだな。いい夢、見てる？夢見てるです。どんな反応が正しいのかしら。とりあえず笑っとけ。やば、妹が顔面蒼白になったわ。よっぽどひどいんだな。掴んだぞ、心を。そうだ、あれを出さなくては。どうする？あれを出すって何々？とっておきがあるの？ごそごそ。なんかを取り出してるみたいだ。まさか、自然スマイル名刺だったとは。夢見てると申します。名刺は極力出さないことをおすすめするぜ。ああ、泣かせちゃったわね。イメージ崩れちゃったな。まずは鏡で笑顔の勉強しましょうね。ごめんね、お兄ちゃん。お兄ちゃんの笑顔が、なぜか怖く思えちゃったの。それはみんなが感じてることだな。なぜだ、なぜなんだ。本人は理由がわかってないわね。でも、お兄ちゃん、ホストなんて続けられるの？接客は向いてなさそうだもんな。体、壊しちゃうんじゃない？珍しくいたわってるわね。ルナ、聞いてくれ。オーナーのユーガさんが俺に言ったんだ。ユーガさん？ああ。俺のルックスがホストにぴったりだと思ったらしいんだ。それはうなずけるわね。甘いマスクしてるもんな。それはわかる。問題は栄養スマイルなのよね。そして、夢見てるっていう名前が女に夢を見せてるみたいだって言ったんだ。ダジャレじゃん。いいツッコミだったな。それ、バカにされてるよ。気づいてお兄ちゃん。まだまだ素直なお年頃なのね。いいか、ルナ。ユーガさんが、俺に言ったんだ。随分とリスペクトしてるようね。え？今度は何を聞いたんだ？女たちに一晩の夢を見せることが俺たちホストの使命なんだよ。あ、熱い、熱いわー。生きがいを感じ出しちゃったな。はあお兄ちゃん、洗脳されちゃったの？洗脳されつつあるようね。プロ意識が芽生え出しちゃったわ。裏目に出なけりゃいいけど。お兄ちゃん、でも、だからってホストなんてやらなくてもいいのに。洗脳されつつある主人公が心配になったのね。まあ、確かに心配だよな、あれじゃあ。ねえ、お兄ちゃん、どうしてホストになったの？どうしてって、俺たちが食べていくには仕方ないだろ。ちゃんと、しっかりしたお兄ちゃんだったわ。そっか、私たちのためなんだね。
私たち、もう贅沢はしない。兄の愛情だな。猫ルナにも高級缶詰はもう買わないよ。そうね、協力が必要だものね。猫のくせに贅沢すぎたんだよ。高級缶詰だなんて生意気だわ。ありがとう、お兄ちゃん。みんなで頑張って暮らしていこうね。意外と素直でいい子や。主人公にばっかり負担がかかって大変だったのよ。妹にも手伝わせた方がいいと思うぞ。よし、こうなったら、ホストになってお兄ちゃんの格好良さをみんなに知らしめよう。見事に脱線したわね。目的違ってる。これから栄養スマイルの猛特訓をしてくるか。不安しかないわね。ホストが酔いで毎日がハッピーよー。監視してるこっちの身にもなってくれ。そして、ホストクラブで働く日々が続いた。毎日ご苦労様です。厳しくも優しい先輩たちの教えもあり、俺は順調にホスト道を進んでいた。ただ、一つだけ気がかりなことがあった。俺には、霊の見る夢から人々を助けるという大切な使命があったんじゃないか。そんな疑問も、日々の忙しさの中で次第に忘れていった。そして、一人の客がやってくる。ちゃんと真面目にホストを極めようと奮闘してるってわけだな。出る。ちょっと来い。なんでしょう、キラ先輩。お前ちょっと、笑ってみろ。笑顔はまずいわよ。少しはうまく笑えるようになったかな。え、は、はい。こうですか？変わってなかったわ。こんなに不自然な笑顔ってある？ノーコメントよ、この二人も。出るよ。辛かったら、無理して笑わなくてもいいんだぜ。心に傷のある人に思われちゃったよ。え、いえ、別に辛くは。そうだな、キラの言う通りだよ、出る。ホストの武器は、笑顔だけじゃないぜ。いえ、特に辛くありませんが。こんなに気を使われて心苦しいわね。なぜだ？みんな、なぜ俺の笑顔にフィーチャーしてくるんだ？まるで笑ってはいけないかのような意図を感じるが。俺にはその理由がわからない。本人だけがあの笑顔の違和感に気がついてないってことか。それより、聞いてくれ。はい。最近この街で何人ものホストが失踪しているらしいんだ。え？ホストが失踪？ああ、誰に連れ去られてるのか、わからんが。二人とも、十分に注意してくれ。まさか霊夢じゃないだろうな。出る、夜道には注意しろよ。こういう職業柄、メンヘラがストーカーになるとかよくある話だからな。はい。ねえ、私のこと疑ってない？だ、誰か来たぞ、声に出ちゃったか？しゃっせー、いらっしゃっせー。出る、客だぞ。キラのヘルプでついてくれ。はい。お仕事開始ね。どんな接客かお手並み拝見だ。ずいぶん若いお客ね、ホスト業だったりして。お疲れ、ルビさん、今日はもう仕事終わったの？さすがは素敵な笑顔よね、キラさん。もう疲れちゃった。ゴビにハートマークついてるぞ。あれ、ルビさん、ちょっと感じ変わったんじゃない？あ、わかる、嬉しい。ぶりっこ炸裂してて見せていたいわね。今日も楽しんでいってね。はい。無理だ、こいつとは合わない気がする。出る、ルビさんのビールボトル持ってきて。ぶりっこ嫌いだものね。出る、ちょっと来い。なんですか、ゆうがさん。あの姫のゆりさんはうちによく通ってくれる乗客だ。お前も顔打って受けよ。わかりました、ゆうがさん。あの女の人やっぱホスト教だったんだな。お待たせしました。まさかの笑顔で登場よ。目が笑ってないのよね。あなた新人さん。ほら出る、ゆりさんに名刺を出しきて。はい。返事は素晴らしいんだけどな。新人の姫見てるです。自信満々に出しちゃったわよ。うわぁ、キャラ濃いね。とりあえずは惹かれなくてよかった。てるくんはお酒強いの？いや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 、未成年ですから。
テルアマが未成年だから俺のヘルプについてんすよ。苦労してるから老けて見えちゃうんだな。すまんない、一緒に飲もうよ。あはは、そうだな。テルは飲めないけど指さんを楽しませるテクはあると思うよ。地べたなんですよね。テル、お前なんかネタないの？怖い話くらいしか思い当たらないぞ。多分そうですね。臨機応変に対応してこそのホストよ。うちの家系はちょっと特殊でして、例が見えます。それじゃ単刀直入すぎるだろ。え？その反応も無理はないわよね。はは、テルー滑ってるぞ。あなた、霊が見えるの？なんか霊に関して困っていることがありそうな言い方ね。見えますよ。この真剣な表情はかっこいいんだけどな。本当に？本当です。まあ私たちも主人公といると見えちゃうんですけどね。ちょっと相談に乗ってほしいんだけど、いい？ですよ。キラさんの前では話せないほどに深刻な話なのか？この女、主人公をどうするつもりよ。あ、それにゃ、俺は呼ばれたから行くね。テル、あとよろしくな。は、さすがだな、キラさんは、空気の読める男や。あれがプロのホストなのね。隣、座って。は、はい。失礼します。口下手の主人公に務まるのかね。妹に報告だ。で、どうしたんですか？信じてもらえないかもしれないけど、私の部屋にね、幽霊が出るの。幽霊？本当なのかしら、怪しい。この人が気に入らないんだろうな。私には、双子のお姉ちゃんがいて一緒に暮らしてたの。だけど、ある時、自殺してしまったの。自殺？意外と暗い過去を背負っていたのね。そう、電車に飛び込んでしまったの。歴史家、一番迷惑のかかるやつだな。電車に、ですか。それからよ、部屋にお姉ちゃんの霊が現れるようになったのは。朝起きると、壁に大量の血がこびりついてるの。嫌な目覚めだわ。壁に、大量の血が？その血は、そのままなのだろうか。お姉ちゃんが夢に出てくると、必ず。どうしてこんなことになってしまったのか、わからなくて。お姉ちゃんが悪霊になったから？そうだったんですね、ゆりさん。確かに夢と関係ありそうだしな。私、頼れる人もいないし、誰かそばにいてほしいの。てるくん、もし霊が見えるなら一緒にうちに来てもらえない？この女。まあ、落ち着け。ゆりさん。こいつ、薄目で主人公のこと確認してるわ。やっぱり腹黒女だったか。あの女を舐めるように観察してやるわ。そしてねば。このぶりっ子の豊島女めー。とりあえず深呼吸だ。ふぅ。キラさん、ため息ついちゃってるわよ。キラ先輩。あのお客さんなんですけど。あ？部屋に霊が出るみたいなので、ついていっていいですか？やめとけって、毒ガミやられるぞ。コーナーや、絶対ついていく。テル、お前。まさか、お前に気を使われるとはな。勘違いしてるような気もするが。はい。二人が噛み合ってないような。いいえ、男になってきな。どういう流れ？霊を見に行くだけなのに変に引っ掛けないでよ。はい。やばい流れに乗ってきちゃったんじゃないか。俺にもあんな青い未来があったな。干渉に浸ってる場合じゃないわよ。ちょ、お前。ちょっと待ったコール。誰？キラオマ、なんでテルにアフター譲ってんの？リュウガさんか、未成年だからダメだって言ってたもんな。リュウガさん、見てください。テルのやつ、男になろうとしてますよ。そういう問題じゃねえよ。いいツッコミだったわ。下に客譲るのもありえねえし、そもそも未成年がアフターはダメだろ。と正論言ってる。キラさんいい先輩だと思うけど、どこかずれてるわよね。あいつを見ていて、思うんすよね。俺にもあんな未来があったな、って。感傷的な人のようだ。早く止めてこい。経営者の立場にしたらそうなっちゃうわよ。ルーガさん。わかってくれたのかな？テルを男にしてやってください。ちょっと都合心配のだったのよ。ダメに決まってんだろ。
もう、主人公もキラさんの暴走も止められそうにないぞ。アフター行ってきます。ああ、行っちゃったわよ。早く追いかけないと。テル、アフターはダメだっつーの。誰も聞いてくれない悲しみだな。ルーガさん、大丈夫です。自信に満ち溢れてる。俺がついていきます。ていうか、お前が行けよ。結局行くんかーい。店のホストいなくなるけど。いいんすか？ルーガさんくーそんな見てるのことを。わかりました。行ってきます。一人芝居が始まっちゃったよ。だったら最初からキラさんだけがユリと行けばよかったんじゃない？鳩が豆鉄砲食らったような顔しちゃってるよ。大丈夫かあいつら。大丈夫そうには見えないけど。急いで追いかけよう、見失う前に。キラさん、意外と厄介な存在だったわね。おお、妹だ。お兄ちゃん、まだ仕事終わらないのかな？心配だからといって子供が来る場所じゃないわよ。どこにでも現れるんだな。俺はアフターっていう仕事がないから帰りが遅くなることはないけど。ルナは先に寝ていてくれ。先に寝てろって言われてるじゃん。わかったよ、お兄ちゃん。主人公だって心配するだろうが。相変わらずのブラコンね。帰りが早いって言うから、迎えに来ちゃった。お兄ちゃん、驚くかな。腰を抜かすだろうよ。主人公が出てきたのかしら？あ、誰か出てきた。警察に見つかったら補導されるよな。やっぱり、主人公とユリだわ。それじゃユリさん、行こっか。はーい。そうなんとか阻止せねば。妹が妨害してくれるんじゃないか？それを期待するしかないわね。サングラスの中の目が怖いんですが。激しい憎悪を感じるわね。どういうことなの？糸電話いいね、かけちゃえ。もしもし、お兄ちゃん。もしもし、もしもし。なかなか出ないわね。もしもし、もしもし、もしもし、もしもし。このしつこさ、蛇のようだ。もしもし、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 もしもし。出るまでかけ続けそうね。異常なまでのしつこさ、健在ね。出ない。諦めたのか？珍しいな。違うわね、ユリ相手に燃えてきたのよ。オーラをまとったな。女同士の戦いはここからが始まりってことよ。勝手に巻き込まれていってる。鈴木とは違ってユリは純粋さのかけらもないから負けたくないわね。そのライトはいつも持ってるの？いいなぁ、夜のデートは憧れるぞ。そうだよ、都会とはいえ、夜は危ないからね。ふん、いつも準備してるんだ。レイにいつ襲われてもいいように準備はバッチリなのね。ん？物陰に誰かいるような。あのツインテールはまさか。やっぱりか。お兄ちゃんの心配もわかるけど自分もまだ子供なんだから気をつけないと。よくこのくらい中、サングラスも外さないで隠れてたよな。そりゃあ、執念よ。すごい至近距離で見てきたけど。目は死んでないわね。めっちゃ目線が追いかけてる。嫉妬の炎が燃え上がっちゃったのよ。主人公はあれだけ視線を送られて気づかないもんかね。普段はどちらかというとどんくさいから。やっと殺気を感じ取ったのかな？どうしたの？え、いや、誰かに尾行されてるような気がして。気のせいじゃない？でも、妹は尾行じゃないわよね。佇んでただけだな。いや、この町では、失踪事件が起こってるらしいんだ。失踪事件？ああ。今日聞いた話だけど、何人ものホストたちが失踪しているらしい。ユリさん、夜道には注意していこう。そんな物騒な事件があったっていうのになんでのこのこついてきちゃったかな。ありがとう。変質者が出たら、私を守ってね。断る。自分の身は自分で守れよ。ユリさん、わかった。その優しさが良くないわね。今度こそ、必ず守るよ。そうか、鈴木のことか。お願いね、テル君。私も守ってー。ああ、約束だ。ホストの自分も案じてくれ。着いたよ。おお、ゴージャスなマンションじゃないの。ええー、すごいマンションだね。防犯設備もしっかりしてそうじゃん。かなりの高級取りだったとは驚きだ。え、違う違う。こっちだよ。なんだ、このマンションじゃないのね。え？どれどれ？どんな住処なんだ？エロいな。マジ？え？そういう反応になりますよ。こっちだよ。無理してホストに通ってたのね。え、いや、
ここがゆりさんの家？本当に？主人公も結構失礼なこと言ってますが。うん、暗くて汚いところだけど、ごめんね。こう言われちゃ返す言葉が見つからないわね。そう、か。ホストクラブで遊ぶには、お金が必要だもんな。こういうところで、出費を抑えて。努力していたんだ、俺たちのために。ただ単に自分の娯楽のためじゃないか。ゆりさん。こっちこそ、ごめん、俺たちのために。早く行こう。主人公が謝ることなんて1ミリもないのに。うん、早く行こう。二人きりにさせてたまるもんですか、押し入るわよ。一緒に部屋へ突入するから待ってくれ。純情ぶった顔して許せん。妹の怨念も凄まじそうだ。なんとかこの場所から離れさせたいわね。結構薄暗いエントランスだ。古臭い感じが醸し出てるんだが。そんなにホスト通いがしたいのかしらね。ホストはその場は楽しいだろうけど、結局は自分には何も残らないんだ。虚しいの極みね。良い人に巡り合えばいいが。ここだよ。ここが、ゆりさんの部屋。お姉ちゃんの霊は、寝静まった頃に出てくるから。そんなに長い時間拘束するの？それまでは、ゆっくりくつろいでね。はい。早めに帰りたい。お邪魔します。よしマリサ、遅れを取らないように。ストーカー撲滅だって。うわ、びっくりした。妹よ、ずっとここに隠れていたのか。うわぁ、目が、ものすごい気迫を感じるぞ。お兄ちゃん、ストーカーにしか見えない。あの女の人と、あの汚い建物に入っていった。ここで一部始終を見てたってわけだな。俺はアフターっていう仕事がないから帰りが遅くなることはないけど、ルナは先に寝ていてくれ、まあ結果的に嘘ついちゃってるものね。わかったよ、お兄ちゃん、勝手にエコーつけられちゃってるけどな。妹の脳内は自分に都合いいように捏造してんのよ。お兄ちゃん、私を先に眠らせて、あの女の人の家に行くつもりだったんだ。若干違うんだけどな。そういうことだったのね。でも、現場を目撃されちゃったから言い逃れは難しそう。幽霊退治が目的なんだけど。悔しい。その気持ちは十分わかるけど、仕事なのよ。お兄ちゃんに騙されるなんて。騙してはいないんだがな、騙されたが正解。どうかしたのかしら？あ、キラさん。いいぞ、出る。男になってこい。なかなか花の刑事以外では見ない男よね。あ？しかし、本当に後をつけてきたのにはびっくりだ。こんな場所で鉢合わせとは、気まずい空気だな。何、この人。なんだこいつ。第一印象は最悪だったようね。そんなこととはつゆ知らず、主人公はどうなったんだろうか。ここはユリの部屋かしら？殺風景すぎるだろ。古い部屋で驚いたでしょ？ええ、かなり驚愕したわ。いえ。血の染みはこっちよ。血のつきまくった部屋によく住み続けてられるよ。これは？壁に大量の血の手形がある。誰の手形なのかしら？どう？壁に血の染みがあるでしょ？何か、人の手形のようなものが見えるけど。私たちも見えたぞ手形が。誰かが苦しんでつけたように見えない？確かに、見えるわね。気味が悪くて。女性の手にしては、少し大きい気がするな。え？さすがは名探偵だ。本当にこの部屋に現れるのは、お姉さんの霊なんですか？そこが疑問よね。嘘ついてるんじゃない？自作自演だったりしてな。そうなの、お姉ちゃんの霊が部屋に現れるのよ。出たわね、必殺嘘泣き。お姉さんは夢に出てくるんじゃないんですか？夢ならどうにかなるもんな。え？こいつやっぱり嘘泣きだったのか。確か、ホストクラブではそう言ってましたけど。嘘を覚えてるわけないか。そうなのよ、夢に出てくるのよ。お姉さんは夢に出てくるんですね。何でも素直に受け入れすぎなのよ。もし、霊が空間を作っているのならそれは霊の見る夢と呼ばれています。この手形がどういう関係があるのかわからないけど。夢の中に入って、お姉さんとコンタクトを取らないと真相はわからないかもしれない。お姉さんに何か恨みでも買うようなことしたのかね。あざと女子だもの。なんだかすごいね。本物の霊能力者みたい。その、本物の霊能力者なんだよ。なんだと思ってたのかしら。
俺の家系は霊の見る夢に入ることができるんです。お姉さんの霊と直接コンタクトが取れればきっと真相がわかります。真相が何なのか気になるな。妹のルナを呼んできます。呼ばなくてもこの家の前にいるけどね。もし俺が夢の中に入っても、ルナの能力で外へ出てくることができるんです。あの呪われた赤い糸のことだろ？そのせいで鈴木が犠牲になったのよね。っていうか、妹も呼ばれても困るよな。ダメ、呼びに行かないで。え？やっと二人きりになれたのに。やっぱり、下心丸出しじゃない許せん。霊のことは、今はいいよ。主人公がどこまで理性を保っていられるか、だな。それより、二人きりになれたんだから、ね、てる。え、なに、この感じ？霊は、今はいいよって、よくないだろ。そういや、主人公は霊にしか興味なかったな。でーるー後頭部、殴ってきて。やめとけ。なるほど、そうか。一人で納得しだしたぞ。これが、未成年は禁止されている。アフターってやつか。ああ、毒ガニかかっちゃったわ。なんか、甘い匂いがする。そうだ、霊夢の靴下は？この匂いは、何に使うつもりです。え、麻酔薬？なんで麻酔薬？あ、ユリが。裏の顔がもろに出てたわよ。最初から拉致することが目的だったのか？うん。何の音だ？ユリさん。ねえ、キッチンにあってはいけないものがあるわよね。何か料理しているのか？音だけはいい音だけどな。千切りかしらね？テル君？なんだか怒ってるようだが。起きたの？ユリさん、ごめん、寝ちゃったみたいだ。そのままずっと寝てればよかったのに。帰り気がつきすぎじゃない？ユリさん、料理してるんですか？手伝うよ。今はやめといた方がいいと思うぞ。料理？食材、とは言い難いものね。してないよ。食べれないものを切り刻んでたって感じだな。え？だって、今、包丁を使っていたでしょ？目の焦点が合ってきたわね、キッチンの惨劇に。うわぁ、まじまじ見るとこりゃひどい。え？それしか言葉が見つからないわよね。一体、誰の体なんだろうか、原型とどめてないもんな。薬はまだ効いてる？てるくん。薬？あの甘い匂いは薬だったのね。え？あれ？お前を眠らせた薬だよ。いやぁ、変貌しすぎだろ。別人じゃない？ユリさん。あの甘い匂いは、やっぱり。わかってたなら、逃げるべきだったと思うぞ。ひねえ。いやあ。右か左か。連発するの？じゃあ逃げ。出発するな。主人公大丈夫なのだろうか。心配ね。てだあ。はあ。怖すぎるんだけど。ユリさん、どうしたんだよ。最初から壊れてる人だったんだよ。なんでこんなことするんだよ。多重人格だったりして。あんたたちが悪いのよ、あんたたちが。主人公一人に恨みがある言い方じゃないわね。あんたたちこそがお姉ちゃんを殺したのよ。逆恨みってやつか、恐ろしい。わあ。お姉さんはホストが原因で亡くなったってことなのかしら。まさか、ユーガさんが言ってたホスト失踪事件の犯人って、ユリで間違いないんじゃないだろうか。わははははは。少し落ち着きなさいよ。あは。いきなり笑ったぞ。頭のネジ飛んだ？あたしだよー。うわぁ、包丁を振りかぶったぞ。なんなのよー、この殺人鬼が。逃げるぞ。またか。めっちゃ笑ってるよ。あぶねえ、ナイス回避。かなりヤバい状況なんじゃないのか？どこかの部屋に入り込んだみたいね。ドアめっちゃ叩いてる。赤い。ギアこの時と同じじゃないか？まさかここは、すでに霊の見る夢の中なのか？開けろー。開けろと言って開けるバカがどこにいるのよ。主人公と全力でドアノブを押さえねば。気違い女やばし。結構、トラウマ級に怖かったんですが。そうそう、追いかけられて逃げてたのよね。包丁片手に狂気の沙汰なんてもんじゃないぞ。主人公を助けるために気合い入れて連打するのよ。
すぐ後ろまで追いついてきてるぞ。笑いながら包丁を振りかぶってるわ。嫌に長くないか？まだ安全な場所には着かないのかよ。動機息切れが、目を見開きすぎて怖いんだよ。やばすぎるぞ、この状況。ギナタ連絡を取らなければ。また他の部屋に避難したみたいね。焦らんよー。暴走女がすぐそこに。何これ？どちらに隠れるかを選択するみたいだな。ロッカーに隠れます。でもさ、ロッカーで見つかったら逃げ場がないわね。向こうのドアに行ったみたいだぞ。どこで？このまま、ユリが移動するまで隠れてた方がいいんじゃない？移動したな。ここか！あぶねえ、まだ近くにいるわね。どこに逃げやがった？この心臓の鼓動音が嫌なんだよな。緊張するわよね。早くどっかに行ってくれ、耐えられないぞ。行ったか？やっと音が消えたわ。なんだ、この状況は。いつでも意外と冷静だよな。赤い糸電話、これで早くルナに連絡を取るんだ。いつの間にか便利グッズになってるわね。問題は、電話に出るかだな。この赤い糸はユリには見えてないのかしら？意外と目立ってたよな。妹は、まだここにいたのか、しかもキラさんと一緒とは。え、じゃあ、お兄ちゃんの先輩なんですか？ああ、よろしくな。意外と意気投合しちゃってない？お兄ちゃんがお世話になってます。頬は絡めてるぞ。はは、お世話してます。妹も面食いなのよね。でも、どうして先輩がこんなところにいるの？妹よ、お前もだよ。それは俺の方が聞きたいが、まあいい。キラさんも店を優雅さんに押し付けてきちゃってるのに。テルは今、男になろうとしているんだ。待て待てって、妹はまだ子供なんだぞ。男、ですか？耳戸島なのよね。そうな。これは男の秘伝なんだ。妹にそんなこと教えるなよな。可愛い我が子を先人の谷に突き落とすってやつですね。変な例えを持ち出して納得しだしたぞ。そうな。この二人、意外とずれてるところが似てるから合ってるのかもしれないわね。かわいそう、お兄ちゃん。その試練、私も一緒に、受けるよ。いきなり泣き出しちゃったわよ。妹大丈夫かしら？どうやって受けるつもりな？勘違い、どうするんだか。は、お兄ちゃんから電話だ。こんなにのんきな会話をしてる間に主人公は窮地に立たされてるのよ。え？お前、何それ？そりゃこんな反応するよな、普通は。これは赤い糸電話だよ。お兄ちゃんと私の赤い糸が電話になるんだよ。主人公の妨げにしかなってない、赤い糸ね。いや、だから、それは、何なんだよ。え？赤い糸電話だと言ったってわけわかんないだろうよ。だから、赤い糸電話だよ。何を言ってるんだ？あまり人前で使わないことをおすすめするわ。お兄ちゃん、どうしたの？死ぬ気で逃げてるんだろう。ルナ助けてくれ。今、レイの見る夢の中にいる、包丁を持った女に追われているんだ。早く逃げないと、赤い糸で出口を教えてくれ。大変、すぐに出口を教えてあげるからね。1分1秒でも早く教えてあげて。逃げる？逃げる？なと？まさか、キラさんものすごい勘違いをしてないか？ルナ、それちょっと貸せ。はい、素直。そこがまだ子供なのよね。おい、出る。先輩、なぜそこに？お前、今、逃げるって言った？キラ先輩。俺の教育が足りなかったのは悪い。謝るよ。キラ先輩。結構めんどくさい人だったんだな。てるー、逃げんのは許さねえぞ。アップで攻めてきたわね。わあ。主人公は死ぬか生きるかの瀬戸際なんだぞ。ホストやなー。女に夢を見せてやるのが仕事なんだよ。話が全く噛み合わないのよね。逃げ出す男に、女が夢を見ると思うなよ。熱いな。先輩、かっこいい。かっこいいけどね、でも主人公の話も聞いてやって。キラ先輩。マジかよ。若者らしい言葉使ってたぞ。キラ先輩、今、それはまずいですって。勘弁してくださいよ。ユリに見つかっちゃったわ。そりゃ、電話してたらバレるよな。ドア開けられてる。見つかったか、どう回避しよう。あ、見つけた！全速力で逃げるのよ。少しは呼吸が整ったみたいだな。ルナ、またかけ直すから。キラさんがそばにいる以上期待は薄そうね。その人、説得しておいて。お兄ちゃん、
ジュリ、怖えんだよ包丁持って。妹は役に立たなそうね今回は。キラさんが妨害してくるだろうからな。一体何度追いかけられれば済むのかしら。あ、あれはどこかの建物の中に来たみたいだ。エレベーターだー。うまく乗り込めるかしら。行かせるかー。またこれか、左。うーん、わー、今だ。エレベーター来たんじゃない。気がけー。急いでエレベーターに乗り込めー。うーてー、下げるかー。しまれー。か、間一髪だったな。乗り込まれたら今度こそアウトだったわね。わはは、はははは。でも、いつまでもここにはいられないぞ。開けろー。は、早く他の階のボタンを押さなければ。4階まであるのか。最上階だと登ってこられたら逃げ場がないわ。中間の3階へ行ってみよう。よし、3階へ行こう。降りた先にユリが待ってたらどうしよう。ないとは言い切れないんだよな。いざとなったら窓から飛び降りるしかないわね。3階へ着いたぞ。ドキドキ。うわぁ。なんてこった、現実になってしまうとは。もう覚悟を決めるしか方法はないわ。捕まったか。なんでここに。いつでも冷静。か、階段で上がってきたんだよ。本当かよ、息切れ一つしてないじゃないか。なんだってー。なんという執念。積み上がれー。どうにか回避できないのか。断末まだ聞こえたけど。まさかのゲームオーバーとは。ユリに勝てなかったのね。では、主人公をザオリク。ここで選択を間違えたんだわ。コーナーや、4階へ行ってみよう。よし、4階へ行こう。いざとなったら紐なしバンジーよ。助かる見込みないな。少し、考えを整理してみよう。そうね、落ち着きましょう。ユリさんは、この夢の中でホストたちを殺していた。一体今までに何人のホストが犠牲になったのか。それは、双子のお姉さんの復讐のため。お姉さんが自殺した理由が、ホストたちにあると思っているんだ。逆恨みってことね。あの血に染みは、ホストや血の無念が現実の世界に現れてきたものだろう。無念だったろうに。殺人者であるユリさんの精一杯の抵抗だったんだ。ホストなら誰でもよかったなんて、無差別もいいところよ。この夢は、お姉さんの夢なのだろうか。その辺のことはよくわからないよな。つまり、ユリさんを狂気に走らせた黒幕は、お姉さんの霊ということか。だとしたら、悪霊に変わっているのだろうか。冷静に考える時間が持ててよかったわ。早くここから出て、体勢を整えた方がいいだろう。もう一度、ルナに連絡をしなければ。赤い糸の呪いは、ルナが強く念じてくれないと俺には正確な出口の場所がわからないからな。深追いするよりも、ルナと話す方が先決だろう。素晴らしい考えだとは思うけど、キラさんが、ねえ。妹はきっとキラさんに丸め込まれてるんじゃないかと。イケメンに弱すぎるのよ。霊夢もだろ。この先が、どこに通じているのかわからないが、ユリさんが追ってくる前に行こう。あ、お、誰？お化け。取り憑かれないように霊夢とお経を唱えるぜ。何枚だ、何枚だ。除霊よ。それにしてもエレベーターの前にユリがいないかが心配だ。それな、エレベーターから降りて逃げてるから大丈夫そうだぞ。ユリが追いかけてこないかドキドキもんよ。早く夢から脱出したいところだな。ルナのやつ、キラ先輩を説得できただろうか。早くここから逃げ出したい。ルナに電話する？ここは、一応考えてみましょうよ。そうだな。赤い糸の呪いで、ルナが強く念じて、正確な位置を教えてもらわないと、俺には出口がわからない。だが出口さえわかれば俺のドリームリンクで外に出ることができる。早くルナが念じてくれればいいのだが、熱血なキラ先輩がそれを邪魔しているに違いない。ルナは説得できただろうか？そうねー、難しいんじゃないかしらね。ダメ元でかけてみるか。それしかないものね。よし、電話してみよう。また、キラさんが熱く語ってくるだろうよ。ルナ、聞こえるか？もしもし、お兄ちゃん。お、電話には出たわね、よかったー。ルナ。ほっとした感じだな。
よかった、お前の声が聞きたかったよ。今、包丁を持った女から逃げ切ったところなんだ。恋人同士かよ。ふーん。なんだなんだ、この風雲は。あしらわれてるわね。さあ早く、この夢の出口を教えてくれ。いつものように、ルナが念じて出口の場所を、俺に教えてくれ。すがりつく思いとはこのことだな。さっきから何なのこの聞く気のなさは。こっちは死に物狂いだってのに。へえ、じゃなくて、早く出口を。だんだんイライラしてきちゃったわ。頼みの綱だからここは我慢だ。え、何、ルナ、その感じ。ちょっと、私に電話かわとか問題。それじゃ、電話切るねお兄ちゃん。え、切らないでくれよ。なんて妹なのよ、死んだら化けてやるんだから。ルナ、今、俺は包丁を持った女に追われてるんだって。だから、今、夢から逃げ出さないとピンチなんだって。大変だね、頑張ってね。なんてこった、見放されちまった。ルナ、ふざけてないで早く出口を教えてくれよ。白状者め。お兄ちゃん、どうしてあの時、電話に出なかったの。根に持ってたのか。粘着質な性格だわ。あの女の人とお店から出た時、どうして電話に出なかったの。店からずーっと見張ってたもんな。そ、それは仕事中だったから、仕方ないだろ。っていうか、なんで店の前にいたんだよ。店の前からこの汚いアパートまで終始監視されてたわよ。お兄ちゃん、赤い糸の呪いってね、気持ちが通じてないとお互いの場所がわからなくなるんだよ。それじゃあ、妹は何の役にも立たないじゃないか。スマホみたいに電源をオン、オフできるわけじゃないの。え？まるで見下り犯を言い渡された夫だな。なのにお兄ちゃんは、赤い糸電話を切ってた。電話に出ないことがよっぽど尺に触ったのね。それって、私のことを忘れてたってことでしょ？なのに、自分がピンチになったら、ご都合よく助けを求めるわけですか？妹のことなんて四六時中考えてられるわけないでしょうが。ルナ、そんなつもりじゃないよ。あれは、仕事だったんだって。電話に出ないわ、ユリとは仲睦まじく歩いてるわ。で、嫉妬が凄まじかったのだろう。仕事を言い訳にするつもりなの？仕事中も私のことを考えてればいいでしょ？そんな無茶な。妹のために働いてるっていうのに何なのこの扱いは。じゃあね、お兄ちゃん、今後は自分のキャラのことをよく考えて。それ、そんなキャラ崩壊してまで、やる仕事じゃないでしょ。まあ、その辺は一理あるよな。じゃあね、生きて帰ったら、またお兄ちゃんって呼んであげるわ。もう妹の面倒見なくていいんじゃない？ルナ、話を聞けって、ルナー。もう頼れるものはなくなったと。向こうの声、あ、すっきりした。会話が聞こえてきてるわね。な、言ってよかったの。男はガツンと言わねえと調子に乗るんだよ。やっぱり、キラさんか。うん。ありがとう先輩。いつの間にそんな関係に？キラ先輩、めっちゃ声聞こえてる。聞きたくないよな、なんとなく。あれ？それ電話切れてないんやね。うまく丸め込まれたってわけね。あ、ほんとだ。そのようだな。バイバーイ。コビのハート、ほんとに腹立つわ。強制終了されてしまったか。赤い糸が薄れていってるわね。このまま妹との縁もついでに切ってしまえ。ああ、赤い糸が消えていく。あ、あいつら、マジかよ。身内ほど白状って言うから、私たちがいるじゃない。ルナー、ルナー。そんなにでかい声を出したら見つかるって。まずいぞ、唯一の味方に見捨てられてしまった。俺は、どうしたらいいんだ。もう、妹のことは忘れて逃げることを考えましょうよ。まずい、ユリに見つかった。頭の中は真っ白にして窮地を乗り切るのよ。また全速力でダッシュだな。心配がそろそろ限界を迎えそうだわ。ユリも体力あるんだな。そこは尊敬するわ。夢からどうにか覚める方法は他にないもんかね。妹よ、覚えときなさい。この追いかけっこも何度目になるんだか。若いって羨ましい。あれは扉があるわ。どこかで見た記憶が。ドリームス？主人公の働くホスト店ね。なぜここに？行かせんかよー。かがめ。うわぁ。なに？戦ってんの？今だー。勝敗はいかに？
なんとか押し切って店に着いたみたいだ。あ、開かない。そんなあ、ここまで来たのに。おお。開けごま。開いてくれー。そんな呪文で開くか。予備輪連打半端ないな。お姉さん、よね。鍵が、開いた。あのお姉さんが開けてくれたのか。それしか考えられないわよねー。じゃあ、悪霊にはなってないってことなのかな。そう信じたい。ここは、確かにドリームスだ。霊の見る夢の中だから誰もいないんだな。ユリさんのアパートとホストクラブ、霊は、この二つの場所に強い念を持っているのか。そうや。ああ、ユリか、びっくりした。お姉ちゃんの夢の中は、あんたらホストへの憎しみでいっぱいなんだよ。ユリさん、あなたはここがお姉さんの夢の中だとわかっていたのか。まんまとはめられたってわけだな。知ってたよ。でも、自分で夢の中を行き来するなんてできるものなの？お姉ちゃんが死んだ後、毎晩毎晩、この夢の中に迷い込んだ。通路の向こうにはお姉ちゃんがいて、私を手招きしていた。お姉さんに呼ばれて夢の中へと入ったわけか。通路の先は、このホストクラブに通じていて、お姉ちゃんは私に何かを訴えていた。私は思ったの。毎晩のようにクラブが用意していたお姉ちゃんは、あんたらに騙されていたんだって。あんたらホストに貢いで、貧乏から抜け出せなくて死んじゃったのよ。まあ、いいホストばかりとは限らないものね。お姉ちゃんを殺しやがって畜生。ただ、見境なくホストを襲うのは間違えてると思うぞ。待て、ユリさん。お姉さんがホストを憎んでいたとは限らない。必ずしも悪霊が夢を作るわけじゃないんだよ。そうだったのね、知らなかったわ。知らねえよ、もう戻れないんだよ。確かに戻れないな。私は愚かなホストをこの夢の中に連れ込んでは皆殺しにしてきた。一体何人の犠牲者がいるのかしら。そして、その死体を夢の中に隠した。台所にあったもんな。死体は現実には出てこねえからな。死人に口なしだものね。絶好の隠し場所だったってことだろう。そしていつからか、この夢は赤く染まっていった。お姉ちゃんが喜んでいるのかはわからなかったけど。殺人を喜ぶ身内なんて嫌しないわ。私にはそうしてあげることしかできなかったんだよ。こんなことをしてお姉さんだって浮かばれないぞ。ユリさん、お姉さんは憎しみの心を持っていた。それは違う。今の話からすると、この夢は、初めは赤色じゃなかったってことだ。この夢が憎しみの赤に変わったのは、ユリさんが原因だ。お姉さんは、人殺しを望んではいない。違う何かを、ユリさんに伝えたかったんだ。だけど、俺がそれを伝えたところで、ユリさんは信じないだろう。ユリさんは、ホストである俺のことも信用できないんだ。クソ、なぜ俺はホストになってしまったんだ。ほんとよね。お姉さんの霊に会うしかない。会えるのかよ。お姉さんから、ユリさんに伝えるしかないんだ。確かにそれが良いとは思うけど、主人公の腕の見せどころだな。ユリさん、俺はこれから、お姉さんの霊に会いに行きます。だから、もう襲ってこないでください。ユリがうなずくわけないでしょうが。確かに言ってわかるような女には到底見えないな。帰り気をいい加減拭き取りなさいよね。好きにしろよ。お、意外とあっさりうなずいてくれたな。ユリさん自身も殺人の連鎖から救ってあげないといけない。でも怖いな、後ろから襲ってくるなよ。やらないとは言い切れないわね。用心しないと。出るわよ、主人公の必殺技が。キヤコ依頼だもんな。ドリームリンク、これは記憶の真相への道を作る、俺の能力だ。知らない方がいいこともある、本当は使いたくない力だけど。ユリさんの話から、お姉さんは悪霊ではないことが分かった。お姉さんの霊に殺意がないのなら、力のない俺でも、真相へたどり着くことができるだろう。いでよ霊の見る夢。霊夢の力見たくなってるぞ。いいのよ、主人公とは一心同体なのよ。よし、行こう。やっと、真相に迫ってきた感じだよな。真実はいつも一つ。ここは、店の中に入ったはずなのに。駅のホームか？なんで駅のホーム？そうか、ユリさんはお姉さんは電車に飛び込んだと言っていた。お姉さんが死んだ場所、ここにいるのか？
なるほどな、それで駅ってわけか。懐中電灯はいつでも常備。しかし、赤いし誰もいないし不気味さこの上ないな。キサラギ駅だったりして。お姉さんの霊だ。普通に現れたな。だと。え？なんて？何か言っている？よく聞き取れなかったんだが。私が死んだ後、あの子にも誰か頼れる人ができればいいと。一人残していくのは心配だったでしょうね。あのホストクラブにいる人たちを頼ってほしいと。なるほどな、それで夢に店が出てきたのか。親身になってくれる人もいるんだって、伝えたかった。それをユリは勘違いしたと。でも、ホストを信じろっていうのは無理があるんじゃないか？偏見と言われそうだけどね。お姉さん、ドリームスのお客さんだったのか。そういえば、優雅さんも言ってたな。姫のユリが乗客だったって。言ってた気がする。ちょっと待てよ。待つわよ、いつまでも。ホストクラブに通っていた姫のユリは、お姉さんだったんじゃないか？だとしたら、俺を襲ってきたユリは、姉の名前を語った双子の妹なのか？紛らわしいな。鋭いツッコミだったな。じゃあ、ユリだと思っていたのはユリじゃなかったと。お姉さんのふりをしてホストを捕まえていたんだろ。そして殺害して夢に隠していたってことね。正義の名のもとにな。でも、あの子は逆に考えていた。ホストたちを憎み、死体をこの夢に隠し続けた。どうしてこうなってしまったの？かなり接近してきてたわね。実体がないからな、自由自在だ。私が死んだ理由は自殺じゃない。え？そうだったの？この駅のホームで。でもユリは、あ、妹は自殺って言ってたよな。背後から押されたの。まさか押した犯人って。この流れから行くと、妹で間違いないな。電車の音がする。夢の中に電車とは規模がでかいわ。お姉さんが飛び込んだ電車。あなたはここで死の直前の記憶を繰り返しているのか？それは辛いな、成仏ができないのか。それ以上、私が好きだった人たちを殺さないで。大切にしてたのね。いきなり腕を上げたけど。なんだ、こっちを指さしている。指さしてってことはまさか。後ろの正面だ。妹だ。すごい迫力だわ。ジーン。天丼で刺されなかったのかよ。こうやってお姉さんのホームから突き飛ばしたんて。もういい加減刃物を下に下ろせよ。お姉さん、追ってきたのか？もうこのままお姉さんの夢の中に閉じ込めちゃったら？お前も電車に轢かれればよかったもの。やっぱりお前か。お前もって？自白したわね、お姉さんの仇でもなんでもなかったんじゃない。まさか、あなたがお姉さんを突き落としたのか？襲ってきたぞ。そうだよー、その通りだよー。切り刻まれる前になんとか回避したいもんだわ。武器持ってたかな。お姉ちゃんは、帰りを待つ私のことを忘れて毎晩のようにホストクラブに入り浸っていた。なるほど、一応理由があったってことね。私は、待つことに疲れて、いつからか、お姉ちゃんが上手くなればいいって思うようになっていった。ホストに入り浸る姉にうんざりしたってわけだな。私は大好きなお姉ちゃんを線路へ突き落とした。確かに、私が殺した。でもなぁ。いきなり切れ出したわね。感情が高ぶってきたんだろ。こんなことになったのも、お前らがお姉ちゃんを騙していたからさ。だから、お姉ちゃんが好きだったホストどもをこの夢の中で殺してやったんだよ。顔面が、シュラとかしてる。そうすらずっと一緒にいられるもんな。鼻血をいい加減に気取れたわ。鬼の目にも涙ってやつね。いろんな感情が込み上がってきちゃったんだろうな。ゆりさん。何よこの M やわ。この、バカ野郎。かっこよすぎるんですが。すげえ。いいパンチが入ったみたいだ。いい音してたものね。お、顔つきが戻ったみたいだ。痛い。渾身の一撃だったわ。どうする？エンディングが選べるみたいだぞ。まずは正常エンド行ってみましょうか。じゃあ、冷静に事情を聞くだな。包丁は俺が預かります。主人公、気をつけてよ。これさえなければ、あなたのことは怖くないからな。その辺にいそうな姉ちゃんだもんな。え？急にしおらしくなってしまったわね。ギャップがありすぎだ。ゆりさん、
話してくれ。どうしてそんな凶行に及んだのかを。どうしてお姉さんを殺したのかを。その辺の話は出てきてないからぜひ聞きたいわ。だってお姉ちゃんが悪いんだよ。私だけあの部屋に置き去りにして自分だけ遊びに行って、私が寂しいのにほったらかしにするから。ゆりさん、その素直な気持ちをもっと早くお姉さんにぶつけていられたら違った未来があったのかもな。お姉さんだって誰かに頼りたくなる時があるんだよ。誰だってそんなに強くないんだよ。私たちはあんたたちに頼らなくたって二人で生きていけたのよ。それをあんたたちが横取りするから。ホストねえ。ゆりさん、姉と妹の気持ちのすれ違いが響き及んだんだな。なのにお姉ちゃんは死んだ後もあのホストクラブのことばかり考えてた。毎晩毎晩あの憎らしいホストクラブを夢で見せるなんて。お姉ちゃんは私のことなんてもう忘れちゃったのよ。だからもうどうなったっていいの。うん、難しいわねえ。ホストを頼れという姉とホストを憎んでる妹。ゆりさん、お姉さんはただあなたと一緒にホストクラブに行って欲しかったんだと思うよ。え？一緒にホスト遊びを満喫したかったと？この夢はアパートとホストクラブが繋がっていた。二つの場所に強い念を持っていたんだ。それはあなたのことを忘れてなんかいない証拠だ。そしてこの夢にあなたを招き入れた。それは死んでもなおあなたと一緒にいたかったってことなんだよ。だって、いつも一緒だったでしょ。あ、お姉さんの声。妹に会いに来たんだろう。忘れるわけないじゃない。そりゃそうよね、家族なんだから。たった二人の姉妹なんだから。きっとこの二人で苦難を乗り越えてきたんだろうな。お姉ちゃん。後悔しかないでしょうね、大好きなお姉さんを殺めてしまったのだから。消えたな、成仏できるといいけど。本当にそう思うわ。ことの真相の謎は解けたけど、この後どうなるんだ？必死なよ。お姉さんは、きっとあなたのことを許してくれるから。思い詰みが待ってるわね。お姉ちゃん。まあ、仕方ないさ。無差別に人を殺めたんだから。わかりました。実します。意外と素直。よかった、ゆりさん。警察いないけどな。これで、事件は解決だ。お姉さんの霊、そして殺されたホストたちも少しは報われるだろう。ゆりさんも元気を出してくれるといいんだけど。そうだ、またよからぬことをする気じゃ。ごそごそ。きっとその予想は的中するだろう。ゆりさん、寒いボタったわ。え、何が来てもいいように構えておこう。名刺来た。ゲーム所から出てきたらうちの店においで。俺も待ってるから。もうホストは会わないからやめることをおすすめする。てる、私も同意見よ。笑顔がどうにもこうにも、ねえ、ぎこちないからな。そして、ホスト失踪事件は解決した。無事に戻れたのかしら？ユリの名を語った双子の妹は実すると約束し、そして、お姉さんの霊の見る夢は、姉妹の仲直りによって成仏し、消えたのだった。消えたってことは夢から戻れたってことだよな。そう信じたい。エピローグだ。どんな結末を迎えるのか楽しみね。アパートから出てきたようだ。あ、お兄ちゃん出てきたよ。お疲れ、出る。ダメだわ、この二人の顔を見ると怒りが再発してくる。わかるぞ。二人とも、なぜここにいるんだ。出る、ボウナ、男になれたか。はい、キラ先輩の言葉、熱かったです。先輩最高でした。ボウか、最高だったか。最高、噛み合わないにも程があるだろ。私も今回は楽しかったな。楽しくねえよ。ありがとう、お姉さん。今は、お兄さんが。いつの間にか仲良くなってる。やっぱりキラさんは女性だったんだな。妹がマジでムカつくんですけど。テルの話を要約するとつまり、今日、俺たちが会っていたのは、姫の指の名前を語った双子の妹で、そいつがアスターで連れ出してはホストたちを殺してたってことか。そういうことになりますね。話を聞かないから。怖すぎなの。怖いんだって。結局、名前もわかりませんでしたしね。確かに名前わからずじまいだったな。まあ本人も実するって言ってますし、いいんじゃないですか。これも男らしくガツンと言ってやりましたし。確かに男らしかったわ。でも夢が消えちゃったら証拠の死体も一緒に消えちゃうんじゃない？妹ね、話しかけてくんな。気持ちはわかるが大人げないぞ。全部妹が悪いのよ。
妹が出口をもっと早く教えてくれてたらまた違っただろうけどな。帰ろう、お兄ちゃん。なんてもう呼ばせないんだから。ああ、帰ろう、ルナ。大丈夫か、こいつが。やっと、キラさんから離れられた。ほんと空気読めないタイプだったよな。エンディングね、結局は証拠の死体が見つからない限りどうにもならないってことよね。いくら自首をしたところで、証言だけ弱足なんだよな。物的証拠がないとダメだと思うぞ。野放しだけはやめてほしいもんだわ。しかし、妹のケロッとした顔にはやられたよな。どれほどの憎悪と殺意が私の中でうごめいていたことか。霊夢の殺気が凄まじかったよ。こんなに人を憎めるんだと初めて知ったわ。見捨てられた人にしかわからない感情だよな。いつか必ず同じ思いをさせてやるのよ。その時は全力で止めなければ。そういえば、もう一つエンディングあったのよね。そうなんだよ、ギャグエンディングが残ってるんだ。何かしら、ホラーゲームのはずが路線を外しにかかってくるこの感じ。生粋のホラーというかは笑える要素も入ってるって感じだな。そうね、次の日シリーズでも裏ストーリーは絶句したわよ。次の日シリーズもぜひご覧ください。第2章はストーリーが短かったような感じがするわね。確かにそうだな。このシリーズはハッピーエンドがないシステムになっているものね。システムかどうかは知らないが、いい終わり方はしないな。きっと、ギャグ編でもいい終わり方はしないんでしょうね。幸せを望んではいけないのだよ。しかし、ホラーなのにポップな曲だったわね。同意見だ。スズムシが鳴く音。ルナ、出る。今回の一件で、ホストの仕事に自信が持てたなの？持てないと思うわよ。不信感しか持てなかったぞ。キラ先輩。急に笑顔になって、どうした？この仕事、辞めさせてもらいます。ああ。この決断はいい決断だったんだよ。辞職するオチだったとは。正常エンド無事に終わったな。それじゃあ、気になってるギャグエンドやっていきましょうか。でもさ、主人公にギャグってそもそも合わないんだけど。深く考えないことね。それじゃあ、男らしく解き伏せる行くぞ。どう変化したか楽しみね。ゆりさん、何がそこまであなたを追い詰めたんだよ。激怒してんな。だって、お姉ちゃんが悪いんだよ。私だけあのボロ部屋に置き去りにして自分だけ遊びに行って。自分ばかりいい思いをするから。不満だったってことなのね。くだらん。一刀両断だな。主人公、めっちゃ渋い顔してる。聞いてますか、お姉さん。あなたがここにいるのはわかっています。出てきてください。キレキレモードや。はい、聞いてます。お姉さん、仕方なく出てきたわ。あの剣幕じゃな。彼女はサディスクであなたを殺しました。まくし立ててきちゃったわよ。しかし、ゆりさんは反省しています。どうか許してあげてください。反省したってな、生き返るわけじゃあるまいし。私はゆりじゃないよ。ゆり以外の呼び名がないからね。お姉ちゃんがゆりで、双子の私がお姉ちゃんのふりをしてホストクラブに行ってたの。もう、今さらその辺はどうでもいいんだがな。私の本当の名前は。どうでもいい。なんでだよ。今、そんなややこしい説明はいらん。名前、知りたかったのに。そんなぁ。少しは語らせてやれよ。きっともややこしくないのにね。ゆりさん、いいからお姉さんに謝って。はい。仕切り出したぞ。キラさん貸してない？男だな。お姉ちゃん、ごめんね。何？この言わされてる感。私こそごめん、寂しい思いをさせて。強制的な仲直りだったぞ。仲直りできてよかったね。感情こもってないわよ。お姉さんは安心して成仏してください。成仏も強制的なのかよ。はい、ありがとうございました。こんな成仏の仕方ある？妹ともう少し語りたかっただろうに。バイバイ、お姉ちゃん。なんというか、嵐が去ったようなそんな気分よ。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。いい加減落ち着いてくれ。飛ばしすぎよ。はぁ、やっと我に帰ったみたいだ。誇りすぎて強引に解決してしまった。よくないねー。強引とか性に合わないんだからさ。ゆりさんも泣いてるし、どうしよう。この場をうまくまとめる方法は？まあ、殴って泣かせたんですけどね。あ、そうだ。何か策があるのかよ。ごそごそ。まさか、解決策って？ゆりさん。また、恐ろしいものを渡すのか。え？
解決のしようがないって早く気づいてちょうだい。なんておぞましい笑顔なんだ。いつでもお店においで。指名、待ってるから。しれっと指名をお願いしてたわよ。てる。真顔の写真に撮り直すよう説得するか。うん、実します。振られちゃったわね。そうか、それがいい。君はやり直せる。必ず、やり直せるよ。はい。無事に改心したようだな。ギャグ編、改め主人公が暴走しちゃった編だったわね。ここから先は最初と同じエンディングだ。無事に第2章も終わったわね。長きに見ていただき本当にありがとうございました。第3章もご視聴よろしくお願いいたします。さーて、最後に妹を改心させに行ってくるかな。体に教えてやらないとね。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。